原箱。原箱、黒箱は、黒ト志向が2004年2月に発売した、ネットワークアタッチとストレージ機器である。黒ト志向の箱であることから、この名が付けられているため、当製品の発売前後には、筐体に原箱と書かれた、外付け HDD ボックスが販売されていたこともある。筐体内に電源と制御基板のみが組み込まれた、状態で出荷されるキット型の製品である。 パッケージにハードディスクは含まれていないため別途入手して組み込む必要がある。そのためパソコンのアップグレードなどで余ったハードディスクや好みのハードディスクでナズが作れることからヒットし他社が同様の製品を続々と発売するきっかけとなった。低価格で Linux が稼働し開発環境まであったことから d e b i a n などの Linux ディストリビューションを入れ替えて 格安なリナックスマシンとして使うものやハードウェアの改造を行うものも現れた。当初の筐体はベースモデルであるバッファローのリンクステーションのケースを黒く塗装していたものであったため爆発的な人気に対して生産が全く追いつかず予約を打ち切る販売店も出た。それゆえネットオークションを中心に転売が横行した。2004年9月に入り、 筐体が原箱専用設計に切り替えられ、生産効率が上がったこと、品物がある程度行き渡ったこと、他社から同様な製品が発売されたことから人気が沈静化し、品不足は解消している。また、バッファローの海外法人名義で、海外向けモデルである黒ボックスが発売された。後に、メモリと CPU を強化し、ギガビットイーサネットに対応した原箱。 HG がラインナップに追加された。設計パーツと実装パーツの違いにより、クロックジェネレータの生成するクロックが実際の設計値よりも低く、そのまま利用した場合、時刻がずれるという問題を抱えている。対処としては、カウンタチの整合性をハードウェアが出力するものに合わせる方法と、クロックジェネレータに対して制御電圧をまさしく与える方法がある。 また、HDD のスピンアップタイムを適当なループカウンターによって場当たり的に実装しており、電源の供給からレディーになるまでの時間が想定よりも長い HDD については起動に失敗することがある。対処としては、電源ボタンを2度押すことによって実際の起動処理を遅延させ読み込みのタイミングをずらす方法とフラッシュラム上にあるブートローダーのループカウンターを増やすことで、 ウェイトを増やしてしまう方法がある。また、2005年12月下旬には、ACE アダプタ仕様の黒ボックスと、黒ボックス、HGX の2モデルが、限定販売され、以前は、電源基板が実装されていた部分が、空洞になっているため、自作の基板を乗せるなど、物理的なカスタマイズの余地が生まれた。電源以外の相違点として、背面パネルの一部の穴が埋まっていることが挙げられるが、 それ以外は同一の製品である。2005年6月に発表された挑戦者ブランドのランタンクの開発コードが白箱、開発者自身はスバコと言っていると発表されたこと、ライバル関係にあるメーカー、ブランドであることから競合品取れる。同様に2006年1月には原箱、HG に相当するグランタンクが同様に出荷されている。また、 2006年からは、オプションパーツや SATA と接続のための変換キットや、リモコンキットなどが、単体販売された。2007年には、SATA ベースで、SATA コネクタに、うち、一つは内蔵米で利用可能。一つは、全面パネルに隠れる形となる、PCI Express1 が1スロット。ただし、拡張ボードを収納する空間は内装備し、CPU を 400MHz と強化。 内蔵フラッシュメモリを256メガバイト搭載した黒ボックスプロが2007年2月27日より販売されている。外観は LSGL シリーズに近いが板金部分は共通パーツにはなっておらず別物のパーツになっている。基板も類似点こそあるもののソックの機能にすべてコネクタを付けたような設計になってり、ほぼ別物である。 製品では公開、利用されていないが、底面にもシリアルコンソールの信号が出ている。純正品のシリアルコンソールキットは、コネクタと基板により構成されており、実装にはフロントパネルへのハンダ付けを要し、作業を行った時点で、ハードウェアとしてのメーカー保証は切れる。底面の接点は、出荷時のパラメータ書き込みのためのパターンと考えられるが、強度などからの問題から、 コネクタとしての利用は想定していないものと思われる。また、ユーザーにより、この底面の端子を利用したシリアルコンソール用コネクタの作成方法も公開された。原箱プロでは U ブートの設定が必要になるケースも発生するため、シリアルコンソールは必要になるケースが多い。汎用性に期待を持たれた PCI Express は PCI の割り当てなどと競合し、 VGA やブリッジなどを利用した場合、リソースがきちんとアサインされないこともあり、実利用にはほど遠く、活用例はあまり見かけない。また、リンクステーションに実装されていないコネクタについては、フロントパネルを外すなどしないと利用できない。内蔵フラッシュメモリの増量により、旧機種では不可能だった HDD レスでの稼働も可能になっている。なお、 苦労と思考側の位置づけとしては、原箱とは別物であり、リナックスベアボーンというカテゴリーに属する。第2ロットのカーネルを含むモジュールに問題があり、スワットを起動できない等の不具合が発生した。2007年5月初頭の時点で次のロットは修正済みで販売されていたにもかかわらず、修正モジュールの公開は5月半ばであった。起動メッセージには、 フラッシュラムにエラーがある旨が表示されることがあるが、これは、何度フラッシュ特有の障害であり、使用である。また、起動時の CPU クロック表示は、使用表にある 400MHz が正しい。2007年7月24日、黒、r o Box, Pro の CPU クロックを 500MHz に改造する方法が公式ページに掲載された。ただし、 CPU は 400MHz 駆動の製品を搭載してり、CPU 使用外の25%オーバークロック駆動になる。現実的には表面実装型の部品の入手が難しく、バッファローの直販サイトで改造済みの製品を入りするのが一般的には現実的な実現方法であった。2007年11月現在、リンクステーションの筐体設計が 原箱に近く変更された。ただし、メイン基板そのものは同じだが、実装されているパーツを変えることで作り分けられていた。リンクステーションでは利用しない、フラッシュメモリなどは、未実装、フロントのドーターボードは別設計になっていて、必要最低限の信号だけが接続されていると、同一のハードウェアというわけではない。また、起動対象とするデバイスが減っているため、U ブートにも違いがある。 2008年11月に黒なず X4 として新製品が発表される。前回のソックから出ている信号は全て出すような仕様ではなく、先行発売していたラックマウント型の製品から HD d とファームウェアを取り入れたような仕様になっている。そのため利用頻度の低かった PCI Express スロットはなくなった。ベースになる製品がリンクステーション系のため、 何度フラッシュは搭載されず、本体サイズもラックマウント型が、ベースのため大きなものとなった。また、インストールには、ベッドファイルを HDD へ転送する必要があり、本体即にファームを流し込むようなことはできなくなった。シリアルコンソールは、本体背面で接続するようになっている。原箱 HG に見られた手軽さや、原箱プロに見られた単体での小型で、 小規模な運用に向いたものではなく、価格の方も余価で3万円を超えるなど、従来とは違う、重きの製品となった。2009年9月には、黒ボックス T4 が発売となっている。今回も、独自設計のハードウェアではなく、TSTGL-R5 シリーズをベースとした製品であり、ファームの流し込みなどは、黒なず X4 から簡略化された。また、黒。 ボックス、プロからの流れと同じく、ファームウェアは純粋なデビアンであり、標準のセットアップのみでは、なず製品として扱うようにはできておらず、ユーザーが自分で別途必要なものの追加インストールや、設定を行う必要がある。仕様に際しては、シリアルコンソール必須となっている。また、黒ボックス、T4 以外は全て販売終了製品となっている。 前述の従来品である原箱に合わせた時計回りの修正がハードウェア的には正しいクロックを出力するようになったにもかかわらずそのままであったため初期製品では時刻がずれるという問題が発生しアップデートにより修正された原箱ゆわとからシリアルレベルへの変換に携帯電話用のものを利用できることが発見され安価に RS-232C レベルへ変換する手段として浸透するようになった。これらの成果は他の機器でも用いられ、応用として RS-232C レベルへの変換だけではなく、最近では USB シリアルへの変換するのにも同様の製品の流用が行われる。これらの既製品を用いることは量産された安価な製品を用いることが可能になり、 工作の工数もほぼ決戦のみと簡略であることがメリットとして挙げられる。その一方で変換回路の動作原理を理解しないまま転用した事例などで所紋の動作をしないケースも見受けられる。原箱、プロ専用のシリアルコンソールキット。商品には CU のコネクタと剥き出しの USB ユアと変換基板、接続ケーブルが同梱される。コネクタを黒、ボックス。 プロの全面、ドーターボードにハンダ付けする必要があり、作業を行った時点で、どちらの商品も保証外となる。原箱と原箱、HG の破損しやすいといわれるベゼル、同行機、空冷ファンをセットにした商品。ベゼルは、原箱、原箱、HG の両方が入っており、空冷ファンにはコネクタが圧着された形で、パッケージ入れているため、そのまま交換できる。 USB 接続赤外線学習リモコンキット。商品では、原箱も利用対象に含まれている。Windows パソコンやクロボックス HG に接続して自作プログラムより制御するための SDK が含まれているが付属のキュメントには、挙動と異なる部分も見られる。基本的には、自分でプログラムを作成する人のための商品である。添付された資料、SDK。 ドキュメントの類の再販布は不可とされているが、それらを元に作成されたソフトウェアについては作成者が任意のライセンスで再販布を行うことが可能である。制御は USB 接続の仮想シリアル。ハードウェア的には PC-OPRS-1 と同等のもの。の以上のオプションについては2011年10月現在、すでに生産、販売終了となっている。 原箱、原箱、HG で、SATA デバイスを利用するための変換基板。原箱に入るよう特殊な形状になっている。リンクステーションでは、後期ロットで IDE コントローラーが変更されているた、転送速度が遅くなるなど、動作はかんばしくない事例がある。HDD 側を 1.5GBps に設定して、利用することが望ましい。また、標準のカーネルでは、 波動テンプ等による温度の取得ができなくなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。